これはここの鍵専用ですね、はい、はい、じゃあこちらお渡しです、はい、とうとう来ました。この人の自転車来ました。どうですか自転車どうですか。感想を一言どうぞ。感想をグッと あれカゴもちょうどいいんじゃないの。ぴったり、あ、ネジ穴がぴったりかこことここにね、すごい、あれ本当だね。なんかうまくやればうまくつきそう。ちょっとカポカポしちゃった。それちょっと撮ってみて。なんかすごいしっかりしてんね。ごついね。なんかすごいしっかりしてる。自転車すごいね、最近の。電動自転車でーす。ログ。ログ。なんか朝日の自転車のオリジナルブランドらしいんですが、すごい。鍵はオプションで、鍵はオプションでつけてもらいました。なんか特殊な鍵らしくて特殊じゃないか。自転車がついてなかった。そうそう、もともとこの鍵はついてないんですけど、なんかすごい、結構すごいしっかりしてる。なんか気のせい、なんか市場で見た時よりしっかり見える。うん、なんか一回市場に行ったんですけど、なんかそれよりすごくしっかり よく見える。色かな。うん、グレーにしてよかったの。へえ、ブレーキもすごい、ディスクブレーキです。我が家の今回に新しい自転車が来まして、意外と可愛い。うん、もういいですね。今電気入ってるの、それで。普通に乗れるって書いてあった口コミ。これいいね。すごいすごい。丸バレですけど。どんな感想でしょう。電動。これで待望の電動自転車。すごい可愛いね。ペロペロ撮ってもいいの。いいよ、撮った方がいい。ペロペロ嫌いだもん。嫌いもないね。嫌いって言っても撮るなって。かわいい。なんかカバーが売ってたのに、こういうのに。ああ、それ買った方がいいかもね。買わないで。うん、これかわいいわ。シールはいらないね。このシールはすごいいらない。剥がれるかどうかだね。ちょっとわかんないから、怖いから後だけど。これと後ろのシールがいらない。どこにシールあるの。あ、これね、朝日の。これはあった方がいい。いや、別にいらないけどね。開花時、うん、すごい開く、開いて、うん、今荷物も乗るし、いいですね。バイクを売られて、乗らないバイクを売って、やっと取ってない。乗らないバイクを売って、乗らないバイクを売って自転車を買いました。走ってみて。ずっと買ってもらえなかった。乗ってない。俺はずっと買え買えって言ったのに、今回だって俺が早く買えって言ったからやっと買える。いいわけじゃない。お前が買わなかっただけで。何度も連れてったのに、自転車屋に。自分の性選びは難しいですよ。走ってみて。
電動で。うん、電動で。いや、前頑張る。いいかな。ちょっと走ってみて。走り出すのはウォーだ。はい、楽しい自転車ライフが訪れるといいですね。会社行こう。うん、すごい楽。すごい楽かもしれない。ちなみに今下りなんであんま分かんないですけど、これを逆に下りじゃなくした時に、これやっぱ滑り出しがやっぱ早いね。これ今下りなんで、ちょっとした下りなんで、いつも自転車で帰る時に辛い微妙な坂道を走ったらどうなるのか。微妙な、この微妙な上り坂。ああ、なるほどね。アシストされてるわ。アシストされてる、されてる。死ぬほど楽かって言われると分かんないけど、まあまあ楽？負荷がない。ああ、なんだろう。多少やっぱ、多少力はいるけど、多少力はいるけど、それ以上に力はいらないって感じかな。あ、常に一定って感じ。へえ、面白い。ちなみにこれいつも難関とされているうちの近くの微妙な坂、これ今下りなんですけど、これ帰りがいつもすごい辛くって、普通の自転車だとこの道をいつも避けてました。この避けてた道をこの電動自転車で走るとどうなるかポイントです。いきますよ。ここからこの微妙な坂、あーすごい。あー、なるほど、一定です。多少やっぱ踏み込みの力はいるけど、なんだろう、それ以上に力がいらないっていう感じですかね。あー、あー楽かもこれはなんだろう、これは楽かもね。これはすごいかも。俺だったら結構どこまででも行けるんじゃないか説。いや、すげえな電動自転車。ちょっと今までのすごい嫌だった坂が全く怖くないです。ただこれ電動自転車、2人で行くときは電動自転車どうして行かないと、置いてかれるね。けどうちには電動自転車これしかないので、これはママさん、楽しいおもちゃができましたね。けどママさんよりいっぱい乗ってる僕でした今いや、かっこいいんですけど、こういう意味のないシールは僕は嫌いです。ママも外していいって言うんで、えい、剥がしちゃいました。えい、僕につけとこう。18キロ、いらないな。18キロね、2人乗り禁止ね。はい、はいはい、よし。面白いな、このこれ、これなんですけど、栓抜きがついてるらしいです。使わねえ。